はい、ごちそうさまでございました。今日は生卵にセブンプレミアム、上島コーヒー店、ミルクコーヒー、このミルクコーヒーをですね混ぜて飲んでみました。ミルクのですね芳醇な香りが素晴らしいですね。いい匂いです。味はですね、まあ無糖ですから甘さはかなり控えられてますね。ミルクコーヒー本来の味わいを楽しむことができる、そういうコーヒーでした。生卵10個との相性はグーでございまして、非常に飲みやすくなっておりますけれども、良い子の皆さんは絶対に真似をしないでください。まあスーパーの倒産が続いていて、まあ高齢者の方が近所のスーパーに行くことができなくなって、まあ30分とか40分とかかかってしまうと、そういうのをやってましたね。ネットスーパー使えばいいだけですよね。まあ番組の中でも指摘されてましたけど、ネットスーパーを使えば、まあ、全て解決するわけですよ。ネットで買うのも実際の店舗で買うのも商品の値段自体は変わりませんし、配送料も330円とかですからね。しかも一定金額以上購入すれば確か配送料無料とかもありますから、スーパーまで行く時間のその機会損失を考えたら、ネットスーパーで買う方が圧倒的に合理的なわけですよね。ですから先日のですねクローズアップ現代はちょっと共感できませんでしたね。 NHK はクローズアップ現代と NHK スペシャルと映像の世紀、もうこれがやっぱ素晴らしいなと思いながら見てるんですが、先日のちょっと微妙でしたね。実際の店舗に買い物に行くとやっぱり無駄な買い物とか余計なものを買ってしまったりするじゃないですか。だから節約の観点から言ってもやっぱりネットスーパーで一括して購入した方がいいと思うんですよ。そのお金の管理という観点から見ても。で、実際の店舗に行くことで運動になるって言いますけど、それはまた別で、普通に散歩すればいいだけですからね。先日のはあんまり共感できませんでしたね。まあ、たまにはこういうこともあるんだなと思いながら見てましたが、まあ、それとなんか、ケンタッキーって310円に値上がりしてるんですか？オリジナルチキンが1個310円になっていて、私は驚愕してしまったんですけども、ケンタッキーさんは僕のような、弱者男性というか所得が低い男性は切り捨てる路線に走ったんですかね。310円はもうなかなか買えないですね。どうしても食べたくなって買いに行くとしてもですね、310円払う以上はちょっと部位の指定をさせていただきたいなと思います。はい、ということで現場から以上です。